オハイオ州クリーブランドで販売された料理用の台湾志向紙のミーチュミーチュは中国の上流種。米を原料とし、近年は主に料理酒として用いられている。ミーチュの起源は中国南部であり、長年にわたって庶民に愛飲されていた。近代には台湾総督不戦売局も他の種類と共にミーチュを生産し、1931年には白を使わず蜘のスカビを 東化金として用いる製造方法に切り替えた。第二次世界大戦後は台湾省主工売局によって生産が引き継がれ、1988年に可ン市郊外に移転した酒省では年間270万ダースのミーチュ製造能力があった。1997年の時点で6 0 0トルの瓶入りのミーチュが25台湾元と安価であり、現代では 包丁作りなどの料理酒や薬酒の原料として使われる。放来米の玄米のみを原料とし、水と塩酸に浸しさせた後に虫にする。冷却後、クモのスカビを糖化菌として摂三39度で50時間糖化を行う。この際、先に添加した塩酸は粘度を低下させるとともに、pH を調整して糖化を促進する効果がある。続いて、 摂氏36度まで温度を下げて、出が酵母を加え、7から12日間ほどアルコール発酵を行う。この段階でアルコール度数は10.4から12.2%となり、これを蒸留する。蒸圧で短式蒸留して得られた液体を貯蔵し、連続蒸留した流出液を少量調合すると、アルコール度数は22%となる。露化した後、 瓶詰めして出荷される。なお、持ち米を原料として2階上流号に摂取冷度で1週間以上冷却する高級品も存在し、そのアルコール度数は35%となる。なお、近代以前は、うるち米の粉末で団子を作り、出が酵母とカビを混ぜた白を加えて5から6日で10日及び発酵を行っていた。この状態で、 アルコール度数は8から10%となり、端式蒸留機で蒸留すればミーチュが得られた。ありがとうございます。